ふわっと元気にコンタンソ、皆さんどうも大冷静。今回もトットリアキュレートバトルシミュレーター TMS、 こちらのキャンペーン攻略やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、ぶっちゃけ言うと、これ本当はね、予定ちょっと違ったんですけど、多分この今日の放送ね、これ土曜日の放送とか投稿なんですけど、これ急遽予定を変えてレガシーアップデートをやっております。レガシーキャンペーンをやっております。はい、本当はなんかワークショップちょっと探したりして、一応なんか一本取ったんですけど、まあ、もしかしたらサブチャンに投稿されるかもしれないし、永久にオクラの中に入っていく可能性もありますそこは置いときましょう。まあそれはそれとしてね、先日レガシーアップデートが唐突に来まして、はい、それによって、まあ、なぜか初めキャンペーンがなかったんですけど、キャラクターを全開放したらシークレットキャンペーンって形でね、レガシーキャンペーンが解禁されたわけですよ。ちょっとせっかくなんで見せとこうかな。ほら、こんだけあるのよ。ほら、こんだけあるの。これやばい。G エンドとかやばい。ザエンドってね。はい。とりあえず、こんだけのステージがあるんで、ちょっとまあ大体4ステージずつぐらいかな。楽しくやっていこうかなと思っております。では、早速バトルやっていきましょい。まあね、本編っていうか、研究の方もあったりはするんですけど、研究の方に関しては一旦置いといて、まだやってないところがめちゃめちゃあるんで、そう、知らん奴らめちゃめちゃいるんですよね。そう、知らん奴らめちゃめちゃいるんですけど、まあそこはもうちょっと違う地平線の話だと、はい、世界線ですね。地平線って、地平線これや。はい、やっていきます。で、始める。はい。始めのステージがザ・スタート。ザ・スタートからザ・エンドなのね。ジ・エンドってな。はい。そう、これ気になってるんだよな。この旗のやつ。バナーだっけ？バナーとかバナーバナー、ちょっとあれだ。発作が。不思議バナーの発作が出るところだった。危ない。まあ、バナーとかいろいろね、そういうキャラクターがいたりするんですけど、まあ、ペザントとポアチャーとバレルラと、後ろの方に吹き矢の人。まあ、そんな感じですね。コスト4000で早速しばいていきましょうか。まあね、レガシーがなんぼのもんじゃいと。初戦旧世代の異物ですよ。新キャラクターたちには勝てないんですよ。で、まあ、わかんないけど。とりあえずね、なんかわかりやすいのでいこっかな。なんか、ちょっと、マンモス並べたいなって思ったんで、縦をたくさん並べの、マンモス並べの、で、こんな感じでいきましょう。縦もう一個並ぶね。さあ、バトルスタート。結構距離があるね。わ、すげえ。まだトレーラーで見たから若干知ってはいるんだけどさ、バナーってさ、なんか、あれなんですよね。足速くなるっていうのかな。おっと、やばいか。なんかキャラクターのね、移動速度上昇みたいな効果があるっぽくて、チアリーダーに若干近いのか近くないのかよくわかんないような感じなんですよね。無理か。マンモスくんじゃ無理か。そうだよな。無理だよな。マンモスくんには無理だな。そう、ごめん。俺が悪いわ。いや、マンモスくんは悪くないかもしれない。マンモスくんは悪くない、きっと。このボーンアーチャーじゃね、ボーンメイジを並べればマンモスくんは悪くないってことに、至れる可能性がある。さあ、至れ。マンモスは悪くないと。さあ、走り抜けるバナーを。バナーとペザントをぶち抜いていけ。いいぞ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 、いいよいいよ、あるよあるよあるよ、あるよ。もうこれないわ、これないっすね。なぜなら遠距離、いや、いけそうな感じが全くしませんけど、うん、そうですよね、まあ、弱いもんね、これ遠距離系に特に弱いからね。しゃないね、もうマスリ弱らされて死んじゃった感じだね。かわいそうだね。仕方ないね。カクタス10体で勝てる気がする。これわかりやすく勝ちに行こうかなって思ったんだけど、カクタス10体で勝てる気がする。むしろ勝てる気しかしない。どうやって負けるの？敗北を知りたい。うほう、やべ、バレルローラ強そう。いや、でももう、どう見ても勝ったな。いや、もうこれは勝ったな。ああ。もうこの状態を見ても負ける気配が全くないな。もう勝ったね、ガハハ。はい。ゆったりと見ていられますね。これはね、いられますね。ちょっと、口回んないから今日、撮影やめていい？でもあれだね。毒矢食らったらどんな状態になるんだ？なんか混乱すんのかな？ポイズンセルラーか。ポイズンセルラーみたいなことになるのかなって思ったけど、そういうわけではなさそうな感じがしますね。
そういうわけではなくて、まあそれとは別になんか継続系ダメージなのかな。まあそこら辺はね、あの研究でどん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 掘り下げていこうと思っております。よろしくお願いします。パンチングボクサー、ボクサー、ボクサーってなんだ、パンチングボクサーズ、ボクサーがたくさん、そして端っこの方にポワチャがたくさん、なんか微妙に隠れているバレルローラー、こういうの良くないこういう隠れてるバレルローラー良くない。ボクサー、あ、テコンドー使えないのか、そっか、ボクサーとテコ、まあね、まあそこら辺はまた今度にしようかな。ボクサーとテコンドーとかやりたいけどね。どうしようかな、まあ、ボクサー所詮近距離系でしょ。所詮近距離系ってことは多分これサリッサに負けるんすわ。サリッサに勝てないんですよ、多分、多分だけど、おそらく。でこれは盾と槍、この盾槍の構えをしていけば多分勝てるんじゃなかろうか。ついでにホップラインでも置いておこうか。これで勝てるっしょ、多分これで勝てるはず。ボクサーはまあ所詮近距離攻撃じゃけ、おっと、意外と思ってた3倍ぐらい強いぞ。おお、思ってた3倍ぐらい強いな。もうちょっと、もうちょっとボクサーで、あれ、もう、あれ、案外に強いな、ボクサー。案外強くない？ちょっと強くない？ちょっと強すぎじゃない？これ勝てる？勝てます？これ。勝てる気しないっすね。勝てないっすね。そうっすね。あれ、思ったより、あれ、俺、ボクサーって低体力のイメージだったんだけど、これ、テコンドーと違って、こいつ、ボクサーはちゃんと体力あるやつ？そうだよな、450あるもん。いや、でも、テコンドーも450あるから、いや、これはシンプルに数が少なかった説を押していこう。うん。シンプルに数が少なかった説を押していって、ちょっとここら辺のを全部、サリッサで並べていけばいいんじゃないかな。距離を取ってしまえば、負けるはずなかろうもんなのだよ。どう？どう？寄ったらそらしばかれるわな。そら、サリッサ、槍があるのに、リーチを生かさず、殴られて死ぬわな。なんか、よくわかんないけど、画面ちょっといつもと違くない？なんか、プルプルしない？あ、縦意外と縦に、勝てます？あ、いや、勝てる勝てないっていうか、普通にボクサーに全部しばかれてたんだけど。おっと、どなたか生きてる方がいらっしゃいますね。どなたかわかりませんけど、生きてますね。多分、この中に埋もれている人がいますね。はい、死体に紛れてるやつがいるぞ。死体に紛れてるやつがいるせいで死体打ちが止まらない。はい、あれでもモーションブラー切ってんだけどな、なんだろう、よくわかんねえな。いや俺こういうやつらはフェンサーでボコボコにできると思ってる。きっとこういうのはフェンサーでボコれると俺は信じたい。信じて生きていこうと思う。でついでにまあなんかブランデバスでも後ろの方に置いとこうか。毎回カクタスだと芸がないからね。いや多分フェンサー強いんじゃない？強そうだよフェンサーは。どう？微妙いね。なんと見難いね。うん、強いような強くないような、いやいける、いけるいけるいけるぞ、いけるいける。いや、ていうか、普通にボクサーの体力が多いわ。半端ねえ多いわ。いや、でも勝ったな。勝った。結局、まあ、ポアーチャーなんて、まあ、そんなもんっすよ。そう、ポアーチャーつっても、ただね、ちょっと高頻度で弓を撃てるだけだったら、もう、それはもう、なんだっけ、わらきのこにも勝てないっすよ。わらきのこ連れてくるべきだったかな。うん。お、これ、あれだな。バレルローラー、時間かかる。いいよ。着実に一人ずつ倒していけ。時間かかりすぎだなって思ってか、まあ、そんなこと思ってないよ。いいよ。頑張れ。うん、かわいいね。うん、はい。ございます。まあ、新キャラが来てもこんな気分よ。ラッシュ！はい、ラッシュ。あー、なるほどね。もう移動速度をバナーで上げて、もうバシバシ突っ込んでくると。バシバシ突っ込んでくる系か。そう。って考えたらさ、バナーってさ、あれだよね。バナーは、実質、全員をチャリオット化させるみたいな、そういう感じだよね。そう考えると、めちゃめちゃ強く感じるな。めっちゃ強く聞こえるんだけど、そう聞くとめっちゃ強く感じるけど、どうなんですかね。まあ、わかんないですけど、とりあえずやってみましょうか。まあでも多分こういうのは、単純に基本性能が高いやつを使ってしまえば勝てると思われるだけど。
だから極論ね、これ多分これね、パイレーツクイーン2体で勝てると思うんだよ、俺は。多分これ勝てると思うよ。そう、走ってきたとしても別に攻撃速度が上がるわけではないと思うんだよ。わかんないけど。思うんだよ。とりあえず俺はね。そう。パイレーツクイーンどうした？ボム投げろ。いつものボムはどうした？あ、オッケーオッケー、いいよ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 。はい。そうなんですよ。まあ、この通りね。足が速くなるけど、そんな劇的に強くなるわけじゃない。劇的に強くなるわけじゃないんだったら、それはまあね、あの単体が強いやつには勝てねえわなっていう、懐かしいな。お、そんな投げ方する？そんな投げ方する？こんな、え、すごいな、こいつ。その場バク転。てか、バク転じゃねえ、バク中か。バク中かましながら、投げてったんだけど、そんなかっこいい真似するんだ。まあいいや、置いときましょう。続いてが、ボム。ボム来ましたよ。なんかこんな感じの、マップなかったっけ？あったような気がするんだけど。あ、これバナーバナー。バナーバーナー。すいません、あの、発作が出ました。申し訳ない。ちょ、発作が出てしまった。あれですね。バナーボクサー大量。バナーボクサー大量と前にバナーバーナーバレルローラー。バナーバーナーバレルローラーっていう仲間はあの、なんだ、ボボボボボボボ身がありますけど、とりあえず置いておきましょう。でも言うて、こういうバレルローラーは昔のあれに乗っとるんであれば、一発、一体をぶっ壊してしまえば、そのまま全員ぶっ飛ばせるっていうのがあるんで、多分、まあ、極論、アーチャー一匹で終わると思ってるんだけど、どうだろう、わかんない。で、ボクサーどうなんだろう、ボクサー意外とあいつ強いんだよな。あいつ思ったより強いから、何で倒せるかわからんのよな。なんかバルキリーとかで倒せん？バルキリーうまいこと倒したりしない？どうどうどう、ちょっとやってみてほしい。どういうこと？どういうことどういうことどういうこと、わかんないわかんないわかんない。な、何何何何、何動き、何読みのその動き、走ってきてるけど、いや、何読み、あ、はい。あ、ちょっとなんとなく分かってしまったかもしれない。いや、このマップね、コスト異常に低いんすわ。そう。なんかあれ、なんでそんな低いのみたいなコストあるんすわ。え、バナバーナーってどういう効果なの？バナバーナーの効果知りたいでしょ？待って、バナバーナーの効果が知りたさすぎて今すぐに研究したい。よく見たらコスト2000なんですよね。よく見たら。ってことは、やることは一つなんですよ。コストが2000ってことは、やることよりやれることは一つなんですよ。バナバーナーこれどういう効果なんだ？これマジで。わかんねえ。首がカクン？カクン？小玉でしょうか？いいえ、誰でも。これは多分、ここにぶち当てないといけない。そんな、離れたところからそう来られちゃうと困っちゃうよね。そらまあ、そうなるわな。ちょっと待ってね。ここですね。ここら辺にね、多分ね、たくさん並べるのが基地だと、俺は思っているんだが、どうだ？さあ、走ってみて欲しいところではある。さあ、走り。てか、マジでバナバーナーの効果わからん。あ、やばい。早いんですよね。それちょっと早いんすよね。これじゃあもうちょっと遅くやってほしいんで、もうちょっと後ろの方に下がってもらいます。もしかしてバナバーナーってその場所に留まる性質がある？バナバーナーの場合はその場所に留まって、それ以外の場合は、てかバナーの場合は走り回るみたいな、そういう性質なのかな？わかんない。あの、どっちなのかわかんないけど、そういう性質じゃないと説明がつかん、この状況。この格好。この感性。さあ、どうなる？いや、いいんじゃない？ちょうどいいんじゃない？どう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 。お、きょ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 、ナイス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 だけど、まあ、限度はある。うん、限度はある。まあ、そうだな。まあ、そうなるわな。もう、ボコボコですよ。ボコのボコ。地味に煙出てる。かっこいいんじゃない？え、ボクサーなんか強そうだよ。なんかボクサーコスパ良さそうな感じするね。え、すげえ強そうだけど、ボクサー。どうしよう。勝てる気せえへん。こうして、こうして、こんな感じでやってみる？どうかな？これでどうだろう？なんかまあ、いけたりしたら嬉しいんだけど、どうだろうね。これぐらいでちょうどいいと思うんだけど、どうです？いや、ちょっと遅いような、そんな気がしますね。え、でも、うまいこといけば。あ、なんかすげえ止まってる！なになになに？え、めっちゃ止まるじゃん！え、なになに？生きてるし。普通に、超余裕で生きてるし。全然普通にバチバチ生きてる。ちょ、待って待って待って。え、これさ、めちゃめちゃ後ろの方に置いといてさ。なんかその場に留まったりするんじゃないのこれ。わかんない。ちょっと待って、バナバーナーの効果が全くわからんからさ。わかんないんだけど。
ちょっと待って、これ横軸合ってる、横軸合ってない、難しい、並べるのがちょっと難しい。これでどう、早送り欲しい。なんか珍しく、あのこのゲームにしては珍しく早送りが欲しいなと思っている。え、どうなんの、首、いや怖くね、怖いんだけど、割と軽く、ほら、さあ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 、これが、ああ、バナーでその場に留めている。ま、半分ぐらいだけど、半分ぐらいであるけど、一応留めてはいるね。そういう効果、ああ、なんか順番で、順番ぐちゃぐちゃや。いける、あ、やばい、いけそうな、いけなさそうな、微妙い、すごい微妙い。あ、やばい、これはまずいな、死んだな、これ多分死んだな。はい、え、むずい、普通にむずい。え、勝ち方わからん。え、ちょっと待って、どうしよう、考えろ。リーバー使えないんえないん。ソードキャスターとかいいんじゃない。ソードキャスター珍しく使ってもいいんじゃない。これとりあえずまずこのうまいところに置いて爆発でぶっ飛ばさないとちょっとまず話にならんところがあるんで、まず爆発でぶっ飛ばしてほしい。頑張れ。いや、耐えるなこいつら、硬くね、結構硬いぜやっぱこいつら、やっぱ結構硬いな、硬いぞ。ボクサー、え、待って、普通にボクサーバカ強くない、え、気のせいだと言ってほしい。ボクサーの強さ結構半端ない気がするんだけど、どう、みんなボクサー強ない、ちょっと厳しいものがあるかな。さあ、いいぞ、ちょうどいい、ナイスタイミングでは、いや、ナイスタイミングでは、いいよ、いいタイミングだったよ、いいタイミングだったけれども、だから勝てるとは言ってない。うん、いや、このボクサーの波に、え、無理くね、え、2000でしょ、え、無理くね、え、無理くね、え、無理じゃない、いける、いけんのこれ、ちょっと待って、なんかスケルントロンウォーリアとかそこら辺でやってみる、ここら辺なんかワンチャンありそうじゃない、わ、え、ま、わかんない、え、本当にいける気がしない、どうしよう、ボクサー強いもんだって、え、ボクサー強ない、え、なんか団地で強ない、ボクサーそんな強いってくらい強いんだけど、これもしかしてバナバーナーの、うるさいなバイク、あー、これ終わった、あー、すごい、なんか、うわー、あー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 、無残よの、え、無理くね、え、わかんねえ、ちょ待って、本当にわか、え、2000、もうカタパルトとかぶっ放すしか思いつかないんだけど、キング勝てたりします、キングでどうにかなる、なったりする、いける気全くせえへんけど、あいつ体力だってそこそこあるよ、あのそこそこまあまあなかなかな体力がある上に攻撃力もそこそこまあまあなかなかにあるよ、あいつコスパめちゃめちゃいいよ、あのキャラやばいもん、これ多分早いっすね、これ多分早いです、いやちょっとちょうどいいから、あれだわ、久々にコントロールしちゃおう、どう、いける、いや、まあ前方集団は潰したんだけど、どう、いけるか、いや無理だよな、それはもうみんなでわらわらボコボコにされてるもんな、キングボコボコだよ、キングボコボコのボコだもん、集団リンチ食らってるだけだもん、ただただ、ええ無理じゃない、わかんない、え、俺の発想が貧困なだけ、後ろから飛んでくるこいつら勝てないんだけど、え、わかんない、ちょ、バナバーナーの効果をちゃんと理解しないと勝てない気がする、これわかんないけど、めちゃめちゃお城の方にたくさん置いてみていい、ちょっと一旦バナバーナーの効果を見たい、ま、止めてますねバナバーナー、はい、なるほど、はいはい、で、はい、止めてますね、まあ、止めるだけですね。ん？どうすんのが正解これ。え、本当にわかんないよ俺。ちげえか。ゼウスか。ゼウスかもしれん。もしかしたらこれゼウスゲーかもしれん。ゼウスゲーなのか？お前なのか？このゲーム。お前で勝てるのか？
でも向こう結構足速いぞ。バナーで足が速くなってるやつに対してゼウスでいけんのか。いけるか、頑張れ。俺もう期待してる、めっちゃ期待してる。期待しかない、もはや期待と、いやいや、もう結局この集団残るんだよな。この集団残るから、この集団を潰せるかどうかって話なんだけど、倒せねえよな。まあそうだよな、無理だよな。ここで止まってていいか俺。おい、無理なんだよな。え、無理くない？いける気しなくない？マジで。ほいほいほい。わあ、what the fuck? 何が起きたの？え、しかも今クリアできそうだったのに俺消しちゃったよ。え、クリアできそうだったら消しちゃったよ。なんかバナーバナーのところで止まったんだけど。謎に。え、バナーバナーのところに止まるか止まらないかっていうのを、それただただ待ち続けるゲーミング、これもしかして。バナーのいい段数引くまで終われないゲーミング、もしかして。ここだと思うんだが。バナーのいいタイミング引くまで終われないゲーミングだったわ、これ。そういうやつ？いまいち納得がいかん。